律子と貞子、太宰治。三浦健司君は今年の12月、大学を卒業と同時に故郷の甲府へ帰り、徴兵検査を受けたが、極度の近視眼のため、かなわなかった。私の家に遊びに来た三浦君は、そのことを恥ずかしい気がする、という。また、結婚をするかもしれないということを私に報告するが、その候補である姉妹は一長一短でどちらにしたらいいか迷っているのだという。三浦君が私に語った事情は以下の通りである。問題の姉妹は三浦君の遠縁にあたる下吉田町の旅館の娘で、姉は律子、妹は貞子。二人は甲府の女学校に進んだが、この時寄宿したのが三浦君の生家の酒屋であった。姉妹は三浦君の妹とも三兄弟のように親しく、三浦君をみーちゃんと呼ぶ間柄であった。合格で気が腐っていた三浦君のもとに貞子から慰めの手紙が届く。三浦君は手紙のセンチメンタルさに少し並行するものの、姉妹を懐かしく思い出し、気晴らしに下吉田の旅館に遊びに行こうと思い立つ。下吉田に赴いた三浦君は町中でたまたま姉妹と出会った。妹はニコニコしながら三浦君にとめどなく話しかけるが、しっかり者の姉は旅館で必要な買い物をするために豆腐屋に立ち寄るから二人で先に行きなさいと言い、妹はいいじゃないか、一緒に帰ろうと不満を言う。その日は旅館に一泊したが、妹は三浦君のそばで話を続け、やはりどうにもうるさい。一方で姉は台所で女中たちと忙しく働いて三浦君のところに来ず、三浦君は少し物足りなくなった。翌日姉妹はバス停まで見送りに来るが、妹はこのまま一緒に甲府行きのバスに乗って途中の船津まで送るのだと主張し、姉は旅館の仕事や土地の人のつまらぬ誤解を気にかける。結局用心深い姉の提案で姉妹は三浦君とは他人を装い船津までバスに乗ることにした。姉は他の乗客の前で済まして嘘をついて模範的なお嬢さんを貫き、バスを降りた時も三浦君に一言も発しなかった。一方で妹は三浦君を乗せたバスが走り出すと泣くように追いかけ、兄ちゃんと高く叫んだ。この二人のどちらにしたらいいか三浦君から意見を求められた。私は私ならば一瞬も迷わぬ、確定的だと考える。しかし他人の幸不幸に関わる事柄を具体的に指示するのもはばかれ、ルカ・ルカ伝陰福書第10章38節から42節までを三浦君に読ませる。三浦君は首をかしげて考え、寂しそうに笑ってありがとうという。10日ほど経って三浦君から届いた手紙には、姉の律子と結婚すると記されていた。私は実に意外な手紙に、三浦君は結婚の問題についてもやっぱり極度の近眼なのだあるまいかと義憤に似たものを感じる。作品は読者はどう思うやと締めくくられる。